10回完結講座6大筆。今日は今まで練習したことをベースに、実際の名前にチャレンジです。左払い右払いうまく書けるでしょうか。今日は漢字最後のレッスンになります。実際の、名字を書いていきましょう。まず大林さん、渡辺さんですね、大林さんの場合横棒をしっかりと回ります。次は左払いですね。右払いはつま先立って圧度を加えて押し出します。林の場合も止まります。止まります。左払い止まる止まる、しっかり止まります。左払い止まって圧度を加えます。三髄止まる止まる、下から上ですね。しっかり点を作って横棒、左払いです。しっかり止まります。縦縦横ですね。細くしっかり書いて、最後つま先立って圧を加えて押し出します。次難しいのが新尿です。見ててください。止まります。ここで一回しっかり止まって筆を持ち上げて圧を加えて押し出します。一つここの止まり方を説明しておきましょう。止まる場合はこうしてちっちゃな句を作って返してみてください。そうするとここがきれいに止まります。右払いはつま先立って圧を加えて押し出していきます。右払いと止まりがきっちりできるように、もう一度確認してください。今日はこれで終わります。今日の新入はうまく書けましたか？今回で大筆が最後になります。大筆で勉強した筆使いをしっかり活かして、次回からは実用的な小筆です。のしの表書きや芳名帳の名前書きなど練習していきます。お楽しみに。